高井さん本当にね、有能で真面目な人なんですよ。なので、こんな普段からも参議院選挙の話とかしたりとかしても、いや、いつ自分を出してくれるんですかみたいなことが一切言わないんですね。なんか、むちゃくちゃ奥ゆかしいんです。いや、今はもうみんなのこと、みんなをつないでいくってことが一番重要なことだから、令和にとってはってことなんですけど、私は出てほしいんですよ。高井さんにね。全国比例でも出てほしいっていう思いなんですけど、まあ、私の身はもう代表に捧げてますので、僕そんな代表が出ると言われた選挙に、はい、そんなむちゃくちゃな人ね、お前任せええのこんなのに。気持ち悪かったですけど、とんでもないとんでもない。いや本当でもね、心底やっぱり山本総理を目指している人いっぱいいますし、私もその一員です、うん、